ますよ。やりましょう。ぶっちゃけこの2人あんまり絡みないんで。やめろやめろやめろ。難しいけど、まあ今日1時間、僕ら3人でお送りいたしますんで、よろしくお願いします。お願いします。修也です、はい、プロデューサー、プロデューサーです。プロデューサー、あ、嬉しい。今日は週社長だった社長だった社長だ。今日は修也いるかな。よっしゃ、みんな来た。今日はいや、行った。早速ね、自己紹介の方、こちら身長なら誰にも負けない修也くんです。はい、身長191センチ自称ね、自称、はい、テクノボーの芝です。よろしくお願いします。はい、こちら作業が全く言えないゆうくんです。あ、どうも、今日2回目なんですけど、今日も頑張るんでよろしくお願いします。ガチガチか。よいしょ。はい、つい最近就任に昇格しました、錦織新です。よいしょ。はい、プロデューサーです。プロデューサーの中谷さんです。はい、ということで、もうちょっと慣れないこの感じで、微妙なメンツだね。今日はどういったトークテーマでいきましょうか。今日は早速、みんなね、この4人、地元がみんな違う。みんなね、東京生まれではない、うんうんうん、ですね。地元のね、こうこういうとこ変わってるな、これ自分の地元だけだなっていうのをね、地元トーク、地元トーク、地元トークしましょう。ガンガンしてみましょう。じゃあもう、チェ・ホンマンさん、チェ・ホンマン、一発でいきますけど。はい、芝です。長崎出身ですね、ずっと。僕はずっと生まれも育ちも、トータルテンボス、テンボスやめろ。長崎、やっぱりちょっと原爆が落ちた年でちょっと有名で、いやいやいや、はい、マイナス10ポイント、はい、で、ポイント制やからね。やっぱ観光客多いんですよ、めっちゃ外人さんが、特にアメリカの方がね、はいはいはい、で、ちょっと僕、昼食してる時に、ちょっとコテコテの外人さんに全く、てかちょっとしか日本語を喋れないとかって、てかちょっとやっぱ平和公園ってあるんですよ、やっぱ原爆落ちたから、はいはい、で、そこに行きたいんですけど、やっほー、なんでもない。どうだった？ヤホーって。ああ、そうそうだね。ごめんねごめんね。うんうん、でやっぱりちょっと昼食してる時に、ちょっとやっぱ平和公園道が分かんなかったんでしょうね。もうてこてで一生懸命ちょっと聞こうとしてるんですよ、僕に。もうエピソードトーク始まってんのね。いやもうちょっと長めに。あんまりさらさら入るもんだから。ああ。導入部分がちょっと分かってなかった。オッケーオッケー、聞こう聞こう。で平和公園に行きたいとと、あとなんか。ね、地図出してきたんですよね、普通に。じゃあもう、なんか多分アメリカで買ったような日本、長崎の地図で、全然英語やったんですよ。で、とりあえず、平和公園行く前に、ケーキ屋さん、富士屋に行きたいと。ペコちゃんの。ペコちゃんの。好き好き。ペコちゃん。で、好き好きのペコちゃんの。好き。で、僕が知る限り、マップには富士屋で英語で書いてるんですけど、僕が知る限り、じゃあそこの富士屋は、普通のおっちゃんが出してる富士屋なんですよ。漢字が富士山の富士に屋が、いや、まあ、それちょっと説明するのも英語でちょっとできなかったんで、とりあえず場所を教えたんですよね。そしたらもうそこライトとか普通に僕の iPad で普通に教えて、流行りの iPad 全部英語やったんで、で、おー、サンキューみたいな感じで言ってきて、で、あとなんか最後になんか財布出してきて、おー、まさかチップもらえんじゃないみたいな道を教えてくれたから、チップを全部、はいはいはい、アメリカチップはね、あれだからね、来たばっかりやったみたいなんで、日本に。だから財布出したのが、普通に駄菓子やってるスコンベやったんですよ、普通になんか酸っぱいなー酸っぱい思い出、酸っ
ぱい思い出がね地元の酸っぱい思い出なるほどなるほどもうちょっと期待してたんですけど俺今スコンブ以上にハートが酸っぱい気持ちになってたいい意味で、いい意味でいい意味で寝起き2時間なんでちょっと頭が回転してるんですけど滑舌の魔術師って言われてる魔術師ね魔術師あやっぷり魔術師地元はどこなんだ地元は僕、もう点々立ってて生まれは長野なんですけど島流しなんで島流しにあってはい、マイナス20ポイント罰金、罰金するあとに、幼稚園ぐらいから横浜横浜のなんか地元奥はあるの地元の思い出思い出ですか、うん、思い出と横浜じゃなくてもいいよ地元のね、地元奥だから今日はそうですねただ結構ガヤガヤの感じだと思ったんでもうとっておきのみたいなのなんですけど俺がずっと疑問に思ってるような、うん、横浜住んでたって僕言ったじゃないですか、はい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 、の後言ったのが埼玉なんです、うんうんうん、埼玉は県って言うじゃないですか、はいはいはい、自分でも思ったんですけど地元どこみたいな感じでそうそう横浜とかいうやつを埼玉行ってから、うん、イラッとするようになってなんで神奈川じゃなくて横浜って言うんだろうみたいなそういうあそれは分かる分かるそれあの愛知県民が名古屋だったみたいななるほど。サシスセさんの魔術師って言われてもう作業の操り方やばいお願いしますちょっと慣れてくると思うから、本当に変な意味じゃないけど、はいはい、リクエストもあるからサシスセソってちょっと言ってみて言いましょうか、うん、ちゃんとね、はい、全然受け取んなくて受け取んなくていい、マジでいきますねサシスセソサシスセソダメだ今のは 120% ぐらい本物だな本格派じゃん本格派本格派電話だと本当に何言ってるか分かんないもういつも、うん、なんか、ね、よかったね、期待通りって言われてそれ本気そう、本気そう、みたいな なんか誰なんか全部ちゃんと生きろ、全部ちゃんと生きろっていう気持ちが全面に出た、めっちゃ全部そうが強くなった、ね、やっぱりやっぱどこ行っても滑舌なんですね、やっぱ転々としてるけど、その引っ越して学校行くじゃないですか、うんうんうん、中学3年生から埼玉行ったんですけど、うんうんうん、その時も転校して、ホームルームの朝ので、うんうん、今日転校してきたコラガラみたいなこと、うんうん、挨拶してみたいなの言って、うんうん、もうそこでなんかみんなクツクツしだしてるんですよ、うんうんうん、そう来たぞこれと思ってもう隣の席座った子がもうずっと俺の方見てるんですよ、うんうん、なんだ俺がそんな気になるのかと思ったら、うん、これ本気っていきなり言われて面白いと思って、はい、わざと神気味に自己紹介してる人って思われたら、はいはいはい、本格派だった本格派本物だったなるほどなるほど分かりましたなんか逆に俺は羨ましいけどねこれですか俺滑舌はいい方だと思うし、はいはいはい、声も大きい方だから、はい、子供の時とかうるさいとかよく女の子が、はいはいはい、近寄んないでみたいなそこまで言われるうるさいだけで主任は地元はどうですか僕の地元はあ、ちなみにナンバーワンですからはイエーイよーこんばんはこんばんは死ぬぞしっかりしっかりしっかりねはいそうっすね、僕地元が千葉なんで、うん、まあ、多分みんな千葉って言ったらまあ、ディズニーランドはい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 もう、まあ、東京ディズニーランドですけどね、名前は、うんうん、一応、ね、千葉の空いたスペースにたまたま作ったっていうのが、うん夢の国がね、夢の国がね、うん、大好きもう俺はそこよく行きます大好き、日に2回行ってるね日に2回行きすぎて長い行って、最後はなんいや、ごめん、これ拾わないですよでもね、そうですね、あと、まああの千葉といえば落花生がね、すごい有名なんですよ俺それ聞いたことあるんだけど、はい、それって何落花生専門店があるの千葉ピーナッツっていうお店千葉ピーナッツ千葉ピー、まあ、千葉ピーそうそうだからあの大体待ち合わせで今日どこで待ち合わせって言ったらじゃあ千葉ピーでってさどこのみたいな、うん、めっちゃ近くそんないっぱいあるめっちゃいっぱいあるんですよ僕のね住んでる町その町でも千葉ピーが大体3軒ぐらいあるんですけどあこの3軒の中でも2軒がちょっちゅう強盗に襲われるような強盗強盗に遭うんですよやばっやりやすいかも、うん、いや、わかんないですけどねいつもなんか、うん、ドアがバーン開けっぱなしでそんな時にピーナッツが置いてあるんですけど、うんうんうん、そこによく強盗が入って、
まあ、あまりにもお金がなさすぎてピーナッツを持ってったっていう現実があまりにもピーナッツが入ってないんでピーナッツを袋で1キロぐらい持ってったっていう聞いたことがあるんですだけは山ほどある多分そういうなんかその専門店的なピーナッツ専門店大体おばあちゃんがお土産で買ってくるのピーナッツですからね正月に行くの大体ピーナッツピーナッツを食べすぎるとね話があ、聞いたことありますよね出たことあるあります、あります本当に、はい、俺、話をね、人生で一回も出したことないのマジっすか本当に、本当にで、それを言ったら、はい、その、まあ、中3の時なんだけど信じてもらえなくて、はい、もうめっちゃ仲いい親友とね、はい、じゃあ、いいよ、じゃあ信じてくれるんだったら、じゃあ一発鼻殴ってって殴っていいよって言ったの信じてもらえない俺、やっぱり自分の人生で一番腹立つのが信じてもらえないことだからああですよね、え, え, おえお俺ね、はい、いい地元トークしていい僕は静岡なんですよ。お茶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 、はい、お茶お茶で、静岡であんまりこう名前を出すのよくないんですけど有名なラブホテルがあって、はいはい、で、まだあるのかなエリザベス石庭っていう名前のラブホテルがあってくっそボロいくっそボロい、くっそボロい、そのエリザベス石庭は言っていいのかな、わかんないけど行きましょう、行きましょう、はい、そこがクーポン券みたいなのを駆使したら、うん、宿泊でも10時間滞在でも、うん、2000円ぐらいなんですよ。安っ、考えられないでしょ、ありえない、はい、でもちろんユニットで修也さん、行ったよ、ほんでほんでめっちゃボロで、はいはい、あの掛け布団くれないんだよ。掛け布団100円かかるんだよ。冬だよ。掛け布団くれますから。100円。で、あの門構えはすごいかっこいいの。こう石畳になってて、はいはい、中はもう超ボロいのね。ほんで、マイナス30ポイント。で、あのそこにね行ったの。はい、そしたらそこの一番奥の部屋が。はいお化けが出る、はい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 、有名な部屋だったありますねでちょっと女の子と初めてだよ、はいはい、それを口実に言ったんですやっぱあそういうことしようって言えないからはいはい、はい、ノリで勢いで、はい、あそこのお化け出るらしいから行ってみようって言って行った、はいはいはい、そしたらこうね何もないねとか言いながら、まあ、なんやかんやムラムラしてきてまあなんやかんやなんやかんやなんやかんやで、まあ、ことが終わったのね普通にで、こと終わって、ほんで寝ててパッて起きてトイレ行きたいと思ってトイレ行って、うん、そしたら便器の中からめちゃめちゃチンコ引っ張られてはい、はい、そう、まあ、チンコ言うてもうだけどチンコ言うてもうだけど便器の中からだよはいはいめっちゃグワーって引っ張られてでも俺も寝ぼけ眼でもうトイレ速攻行ったから暗かったのよ、はい、でも急にだって寝起きでトイレ行ってあそこ引っ張られたら超びっくりするじゃんビビるねうわーってめっちゃ声出してお化け出たーって言ったの、はい、そしたらその当時の彼女がバーって来てくれて、はい、電気パチパチパチってつけて何してんのって言って、はい、えっ、ー、と思って自分のチンコパって見たらコンドームしたままおしっこしてああパンパン溜まって最後に俺が、ね、あって彼女と目合った瞬間にポチャンって言ったのめちゃめちゃでかい音で後にも先にもねあそこよりねでかいポチャンは俺は聞いたことない人生最大のポチャンポチャンこのポチャンそれが、はいしまれたですいません、なんかいやでも結構お酒入ってて、ごめんなさいねみんな大好きだもん大好きですよでも、心霊スポットってどこにでもあるっすねある、あの、特にほら、樹海があるからあそう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 あそうですね、うん、本当によく行ったね一回だけお母さんに連れて行かれたことあるお母さんに行かれたことあるお母さんに一回お母さんに樹海連れて行かれたことあるお母さんに樹海とこ行かない方がいいあんたの住む場所、ここね小学校の時に連れて行かれたことある暗い暗い暗い僕も千葉で怖いですね行きましょうあのすごい有名な心霊スポットで、はい、あの一昨年の夏ぐらいに、うん、雑誌でこの心霊スポット、うん、特集みたいでナンバー2なんか全国でナンバー2ぐらいのやつがなんとうちの地元から出たんですよ、うん、心霊スポットが、うん、すごいねそれ、うんうんうん、で
こりゃすげえたまげたと、うん、みんなで、まあ、ある国道沿いのちょっと脇道入ったら、はいはいはい、一気に森林に入るんですよ、森があって、うん、その中入っていくと、うん、丸焦げの建物があるんですよ、3階建ての、うんうんうん、で、なんか旧、まあ、そこもラブホテルだったらしいんですけど、うんうんうん、もう、なんか有刺鉄線が、もう入るなみたいな、入るなんて、はい、これ大仁田淳もびっくりだでそこのフェンスがちょっとだけこう切り取られてる場所があるんですよ、うんうんうん、誰かのチンバッチン切ったんでしょうね、うん、まあ、そんな場所からみんな入っていって、うん、で最初こう車でライト当てたりとかして、うんうん、うわ雰囲気出てんなみたいな感じでこうバーって入って、うん、2階の一番奥の左側に部屋がなんか幽霊が出る有名で、うん、怖い怖い怖い、うん、で女の霊が出る、はいはいはい、ラブホだしね、うん、で僕結構チキンなんですよ。それの行こうぜ行こうぜとか言いながら、鳥なんだ。鳥なんだ。ビーフオアチキンはチキンなんだ。チキンなるほどなるほどなるほど。だからこう行けよ行けよみたいな感じで、うんうんうん、で、うんうんうん、で2階に上がったぐらいから、うん、奥の方からガタンって聞こえて、誰もいないのに。誰もいないのに。ああ、はいはいはい。え？と思って、うん、これまあ結構マジだみたいな。うん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 、で、一人霊感がめっちゃあるやついて、あなんか自称、なんか神社の息子みたいな、あんまり関わりなくて、なんかめっちゃ霊感あるって言って、こうマジ凶悪なやついるからって、気をつけてって、これ以上行くと、マジあれだからって、塩渡されたんですよ。俺はもうこれ止まってるからって、塩だけ渡して、あと持ってきていいよって言って、バーって行って、でドアが南京錠で決められて。ガチンコじゃんガチンコじゃんガチンコホワイトクラブじゃんほんでほんでほんでもうみんなで、ね、もうちょっとお酒も入ってたし、うん、バン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 蹴ってたら、うん、ドアバーン開いて、うん、でライトにバーって照らしたら、うん、ホームレスが3人寝てる言ってて切ったのもホームレスバリアどっから入ってきたのかなと思ったら、うん、すぐ横に外につながる階段があって、うん、ドアが普通に開いてた、うん開いてたんかい。あーヒヤヒヤする。すごいな。とりあえず勇気どついていい。やべなんでなんで。流れたまま。なんか今どつきたかった。やべやべやべ。イラッとした。授業や。何をしてました今のその恐怖体験的な、まあ、せっかく暖かくなってきたし。うん、夏だしね、うん。夏は階段っていうからね。そうワイダンワイダンワイダン。うんうんうん。欲しい欲しいな。新はまあ行きますよね、うんうんうん、僕もなんか地元の近くにちょっと山みたいなとこがあってあごめんちょっと一回指しずせずの希望を来てるからあーちょっと一回ちょっと前にあれしてもらっていいニャニニュニャニョって言ってもらっていいニャニニュニャニョもういいもういいもうやめまったよごめんごめんいいよいいよ滑舌が一番怖いやめまったそれはリアルもわかるなんでどんな滑舌の例が出たの滑舌の例は取り付いてないんですけどどれ言っても治らないんですけどもう俺ね、こういういじり嫌いなのなのに本心言ったら、はいはい、愛があるいじりしかしたくないから、はいはいはい、本当に本当に、うん、ですね、すごい愛を感じますよ、もうローソン言ってローソン言ってましたね、いよいよ、はい、よし、はっきり言って、本当やめてよ本気者のローソンモロミザトに寄せに行かないんだよあんな、あんなもうしたら俺もうカメラ全部倒すわやめますはっきり言ってローソン。はっきり言いますね。いいよ。いきますよ。うん、ローソン。ちょっとかするぐらいのビンタ。一回カメラ切って。いやマジですけどねもう。いや本当にビビるっすもん。なんか。わかる。ローソンでタバコ買ってきてっていう、うん、ローション買ってきてよく言われるんですよ、ね。で、うん、あるあるあるねあるねある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 。いろいろありますよこれ、うん、だと。うん。羨ましいって言いますけど。タバコを買うのにも、タバコの頼むときにアイスブラックとわかるんですか？マルボロのアイスブラック潰すやつ、はいはい、あれ俺あれ全否定派やめましょう言ってもうた言ってもいけない言ってもうたほんでほんでほんでそれ買うんですけど、うん、なんか普通に入った感じでそのままあのマルボロのアイスブラックって言うとめっちゃ黒いよ、僕より日本語下手な人に、うん、はぁって言われて食い気味に食い気味に食い気味にはぁって言われてネームプレートに通って書いてあるみたいな感じでしょお前も下手やろと思いながら14番とか言うねえ、なるほどね、いいよ、もうやめようその話はもういいから飽きた飽きた飽きた
大変ですよね、うん、もう滑舌ね、はい、いいよ、滑舌は滑舌のことを言ったら右乳首をひねります。ちょっと、まあ、地元トークじゃないですけど、長崎で働いてたちょっとお店のことを言って、はい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 、それは水商売の店かな。あのはい、ちょっと水商売同じようなことやってたんですけど。なるほどなるほどなるほど。ライキンさんがいたんですよ、うん、ものすごく滑舌悪いんですよ。あーはいはい、はい、その人も、はいはい、もう、ゆうきさん以上って言っていいのかな、ね、うんうん、いるのもう作業ものすごく苦手で、うんうん、あの一応会計の時間になったわけなんですよ、うんうん、で一応一択一択会計して、うん、まあ、誰々さんあの会計終わってますかみたいな感じで確認していくんですよ、うんうんうん、カウンターからもう、うんうんうん、でその時に僕の番になって、柴さん誰々ちゃん趣味ですかって言ったんですよ、会計のこと。おいおいなるほどね、趣味は言い過ぎだろって。わかるわかるわかる。飲食店は滑舌悪太郎からしたら、いや、なんか僕も前居酒屋てか焼肉屋で地元の時飲んでて、その時も、まあ、前も話したんですけど、運転中で一人絶対ノンアルがいるんで、その時なんか甘いもの飲みたくって、なんか最後にね、お口直しで甘いもの飲もうと思って、カルピスって言ったんですよ、うん、ラストオーダーで、はいはい、そしたらカルピスね、カルピスね、うん、みんなで待ってて、うん、そしたらなんかみんな飲み物そういう系デザートとか持ってきてるのに、僕だけカルピスって言ったのに、うん、カルビ持ってこられてなに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 CM お願いします。君は僕のことどう思ってるかわからないけど、僕は君のことが好き嫌い好きだろうか、ハニはい、はい、CM 開けて、はい、ちょっとみんなには内緒なんですけど、はい、CM 中にゆうきくんを12回どつきました。バレないとここら辺どつかれた。朝が見えないところで本当ね、本当ね、本当だね。じゃあね、エマさんがふざけたところで、はい、次はね、ファストを始めて、はい、自分が変わったところ、あ、まあ、あなるほどね、内面的にも、はい、外見的にも、はい、多分すごい変わったと思うんですよ、うん、みんな、うん、それをね、ちょっと言ってってもらおうかなって、ね、はい、まあ、特に2人はね、まだ歌舞伎町ではまだそんなに歴も長くないしね、はい、うんうん、歌舞伎町でね、ホストクラブで働いてみて、はい、変わったところ、はい、うん、自分で気づくところとか、人に言われて、あー、そんなとこ変わったんだ、ね、結構あると思うんで、はい、じゃあ早速バーシーの方から、はい、ちゃいましょう。はい、まあ普通にホストやってみて内面的に変わったことっていうのは、まあ、あの人に気を使えるようになったことですね、うん、であとは、うんうんうん、歌舞伎町っていう街がすごい怖いイメージ持ってて、なんか、うん、もう一人で歩くだけで誘拐されるようなイメージ持ってたんですよ。わかる。なんか最初怖かったの。だから来て1ヶ月はもう一人で絶対出られなかった。確かにね、ずっとトイレに行ったの。それを本信じとって、トイレの柴様って呼ばれてたもんね。異名を、その異名を持って背中に掘ってたもんね。掘ってた、神様の。ほんでほんでほんで、
それマジで悩んでたんですよ、もうこれから。同じ相談したところ。ほんでほんで。バカじゃねえって言われたやつね。はいはいはい。出歩けよって。はい、そんなんだったらお前、もう帰る長崎に。やってやるよ。一人で出歩いてやりましたよ。出歩いた。はい。そしたら普通に優しかったですよ。ガブルコヘイブラザーで声かけてもらいました。背でかいし、でかい。はい、黒人の方にね。ものすごい陽気だもんね。あの人に連れてついていったら、一体どうなるんだろうっていつも思ってる。ずっと考えてます、ね。ついていたことないけど。何やってるんですかね。ね、なるほどね。あ、そのじゃあ、結局何が変わったのかな。結局は歌舞伎町は怖くないと。あ、なるほど。あ、それは分かるわ。とりあえず、分かる分かる。まだちょっとこっちで始めたばっかりなんで、あんま詳しいことはあまり分かんないですけど、とりあえず、まあ、すごいみんないい人やし、思ってた以上になんか、すごいなんか、みんな優しい人だったりとか、なんかすごい来てよかったなって思いますね。あるあるある、あるね。分かる分かる。あ、すごいなんかテレビで見てるだけやったんで、すごい歩いてるだけ刺されたりとか、すごいイメージを持ってたんで、変わりましたよ。そうだね、もともと歌舞伎町っていうのは歌舞伎だから歌舞伎座があったでしょ、駒劇のところに駒劇場があったでしょ、はいはいはい、あそこがやっぱり本当は文化の街だったからもともとは、それでどん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 そうやってほら芸事があるとその周りで打ち上げたら飲み会やるからどんどん飲み屋が増えてって、それで歌舞伎町って繁華街ができたから、もともとは最初本当歴史をずっと遡ると本当銀座とかそういう街だったんだよね。そうよう戻しり、いえ全部嘘だったらどうする。何も知らないから何も分からない。信じますよ。あ、でも本当そうだよ。本当そう、本当そう。地理が好きだからすごい。あ、地図とか見て、はい、あ、ここ行った気に、あ、六本、ここは六本木か、どこら辺ですか。怖っ怖っ怖っ。あの後輩にやって、ヘイってあげられて、殺してくださいって。バカは、バカはね。怖っ怖い。そんなことが怖いね。やっぱ怖いよ、本当に。怖いよね。ゆうきくんの方は、どうかな、あのホスト初めて変わったこと、ね、変わったこと、まあ、真面目なんですけど、内面的にも外見的にもなんですけど、外見的にもねなんですけど、ミッキーというか、今まで美容院でなんて髪染めたことなかったし、じゃあ自分で染めてたの。そう、自販でもうムラだらけの。俺それやったことないわ。逆にですか。ずっと美容院ですか。俺はもうほんとビダルサスーンと業務提携してるから。してる。今日も朝方ビダルがなんかちょっとこれ、ちょっと遅れてきた。これなんかしてて、あ、今はちょっと無理って言ったんだけど。美意識が変わったんだ。本当に全くなくて、なんかカラーコンタクトとかあるじゃないですか。あ、はい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 、はい、なんか始めたての頃とか、なんか意味が男の子がつけるのとかが分かんなくて最初、はいはい、どうなのか分かるんですけど、とかだったんですけど、やっぱこの街というかこの郷に行ってはみたいなところでやってみたりとか、そういうとこはやっぱりめっちゃ変わったんですね。まあ変わっていくよね、そういうところはね。確かに確かに。チュリンの方はどうかな。僕ですか。僕は外見はすごい変わりましたね。僕昔そのパンチパーマとかかけてたんで。本当に言ってんの。本当に本当に言ってんの。パンチかけてたり、その坊主でここに反り込み入れてたりだとか、本当になんかそっち系だったんですよ。本当になんかプリクラとか撮るたびにチャリできたみたいな。そんなんばっかりコンビニでやつ。そうコンビニの前でたまっていつも大体かまる。元ヤンって聞かれてるよ。元ヤン元ヤンかどうかってさ、微妙なとこでしたね。結構比較的に高校デビューと言われたら古いに入るんじゃないですか。なるほどね。なんか平和主義者の喧嘩煽るタイプ。だから今地元帰っても
あの誰って言われるのやっぱすごい。あの駅とかですれ違っても全然気づいてもらえなかった。あ本当にいやって言ったら、え、誰って俺は、俺みたいな、あ、え、どうしたのみたいな、なんか、バンドやってるのとか、なんかモデルやってんのとか、すごいそういうのやっぱ聞かれたんですけど、どうしたのそんな、ここだけ金髪にしてみたいな。あ、メッシュってことね。いや俺ね、メッシュっていう発想は本当になかったから、はい、今もないけど、はい、だ今思ったらすごいやりたかったなって思う。ずーっと黒髪なんですか？基本的にはね、昔はもうめちゃめちゃ茶髪っていうか、はいはい、にしてめっちゃ筋盛りで、はい、本当にトップ高め斜め前盛り外跳ね外跳ね、いつもこれでやってたから外見はちょっとインスパイアされたよね。ガンガンね、ガンガンインスパイアされたよね。なんかあのかまされた感じだった。無理やりね。無理やり。うん、はいはいはい。外見は本当にそういう部分で、まあ、服装とかも基本的に大体ジャージだったり、あと元々はあの職人だったんで。ああ。何職人？何職人だったの？僕飛び職人でしたね。飛び職人？飛び職人です。俺変なんじゃなくて、はい、飛び職の意味が分かんない。飛び職って何を作っ基本的にあの家の柱とかですかね。柱だけ？柱いっぱいあるんですよ。なんかすごい結構飛び足場飛びとか、コツ飛びとか、いろいろあって、まあ、その中でまあまあ体がしんどくなる鉄骨飛びってやつをやったんですけど、はあ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 、現場の花形と言われた、言われてるんですけど、まあそれだったんで、3ヶ月間ほぼ作業着とスウェットしか着てなくて、あでもそれは美意識がどんどん減退していくよね。本当にずっといつもオールバックだったんで、髪の毛伸びても。わかるわかる。だからこういうね、さっきなんかちょっとおしゃれだねみたいなことをこうコメントで。いや今こう見たらおしゃれだと思うよ。なんかこの何切りっぱなしのこのベストっていうかパーカーっていうか、ベストパーカー、ベストパーカーですか？ペッパーペッパーペッパーですね。ブラックペッパーみたいな。まさか自分がこういう服装するとも思ってなかった。なるほどなるほどなるほど、わかるよ。基本的にチャンピオンのジャージでいいかなみたいな感じだった。ああ、チャンピオンは好きだ、俺も好きだった。じゃあ、あと、そうですね、まあ、外見はそんな感じですけど、内側的にすごい大人になったねとは言われます。ああ、思う。落ち着いたねとか。あるね。本当に空気も読めないし、むちゃくちゃで自分の言いたいことばっか言ってたんですけど、すごいベタ褒めされてるよ。めっちゃおしゃれ、遥かおしゃれモデルみたい。あもう全員だこ、おしゃれだよ、かわいい。そうよそうよ、全員だこ、褒めやがら。でもそれこそまああのドカタてかガテンとビショップももちろん素晴らしい仕事だけど、でもやっぱりまあそのおしゃれさはやっぱりこの仕事ですごい磨かれたわけだね。ついたっすね。わかるわかるわかる。俺でもそこはね、あんまり変わんない、昔と。俺中1ぐらいから普通に、小学高学年ぐらいからジャケットとか着てたの。マジザオシャンティース。で、なんか中学ぐらいからもう完全にもうモノトーンにしてたし。そう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 。今でも本当それは変わんない。だけど、そのやっぱり細かい美意識がすごい変わった。やっぱ、あの、自分今20歳で、二十歳の時に歌舞伎町に出てきて、はい、まあそのブランカって本当いろんな仕事したんだけど、はい、ホスト歴は5、6年ぐらいなのね、はい、で、初めて、うん、そう、初めてあのホストクラブで体験入店して次の日出勤するっていう時に鏡まじまじ見て、はい、こんなに鼻毛が出てるっていうことに俺衝撃受けたの。この鼻毛の出方で20年来てたみたいな。はいはいはい、びっくりして、鼻毛カッターたるものを買ってね、ジョリ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 やったもん。いやちょっと毛と毛を、あとこ の, あの眉毛の上下 の, あ の, あこの無駄な毛がこんなにもあるっていう。本当に全部剃ったんですね、裏毛を。だからもうガンガン今もう出てる。本当大丈夫かな。ごめんね。とってもここら辺の毛が鼻に入ってたけど、すみません。はい、マイナス…結構ギガーだよ。今のいじり方は OK だ。ああ、そう、好き好き、全然好き、全然好き。だからね、そう、変わったっすよね。あとはやっぱり一番、あの、人に対しての感謝の仕方が変わったよね。
それはあるね、うん、やっぱり今までありがとうっていう言葉を本当に腹の底から言ったかってなると結構やっぱりなんかこう素直にあるってやっぱ言えなかったかもしれない、ぶっちゃけ。それは部活とかその先生とかいろんな出会いがあって、もちろんやっぱりありがとうございますとか感謝してますって言ったけど、やっぱりいい意味でね、お金っていうものの大切さをめっちゃ分かった。生まれて初めて指名もらった時に、確かお会計5万ぐらいだったかな、その人。自分に5万払ってもらうっていうのがどんだけお金の対価として釣り合ってないかっていうことに愕然としたもん、はい、何回笑わせたんだろうってやっぱ思うし、うん、だそっからやっぱり変わったかもね。ポスト始めて、まあ、そのうち指名つくだろうとか思ってたけど、はい、本当にフラッと指名もらって実際5万円払ってもらった時に、あ、これはまずいなって思ったもん。めっちゃ話すこと考えたりとか、ちょっとでも飲めるようになったりとか、恥ずかしい格好できないなとか、すごい思ったし、うん、それは本当思ったね、マジで。ごめんね、なんかすげー。いやいやいや大丈夫ですよ、たまにはそういう真面目な話。いやでもね、本当にね、思ったの、マジで。あります。そう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 。お店ではスーツですか？はい、2人はスーツの方が多いかな。そう、僕は毎日そうスーツ。ここ二人は結構私服だったり、まあまあね、一応まあ自由みたいなね、はい、そう、やっぱ彼はナンバーワンなんで、はい、ナンバーワンはもう格好自由、赤踏んで出てもいいっていう。そうそう、赤踏んでも OK、 赤踏んでも OK、 白踏まないそうだね、いろいろね、白踏まないと厳しい。僕はまあスーツとか私服とかありますけど、はい、AJ、クラブ AJ がね始まってから1、2ヶ月ずっとスーツ着てた。はいはい、はい、あ、着てましたね。で、着てて、ほんで、まあ、3ヶ月目ぐらいかな、ある日急に、赤の、赤、蛍光の赤パン履いてロールアップして、デッキシューズ履いてで、なんか、普通にファーって出勤したらみんなに、え、どうしたんですか、どうしたんですかって言われて、10人目ぐらいから、今日帰ろうと思って心折れた。あれは結構びっくりしたんですよ。いや、誰と思いましたね。どうしたんかな、ね、あ、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。今日誕生日です、ね、今日がリアルの誕生日でしょ。リアルですね。これはすごい、本当に。今日で22歳になったんですね。22歳。22です。若いね。でも、年相応に言われる。22、上に見られるね。ちょっと上に見られるよね。24とか5がよく言われるんですね。うん、かもね、そうかもね。もっとアピールしなよって言われてる。今年の抱負、うん、そうだね、22になったんでしょ。はいはい。じゃあ22歳で、じゃあ僕は絶対こうなりますっていうの1個言おう。どうぞ。22歳勇気、僕は絶対これを成し遂げます。22文字以内で。22文字決まった決まった。あ、もう決まりました。よっしゃ、せーの、3、3、2、2、1、1。一丁前のホストに僕はなろうかなと、なんか認められるというか。なる。あ、まあ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 。怖い怖い怖い、怖い、今超怖かった怖い怖い、やめて、ねえねえねえ、その空気やめて、怖い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 。レンタルレンタル行ったばっかだからもう。ちょっと鳥肌がすごいな。いやいやいや、買ったばかりで引き裂きそうになった。マジすごい怖かった今。もう俺らが突っ込む前に突っ込んでくれましたから。怖い、めっちゃ怖いちょっと、まあ、CM お願いしますタクトさん営業中です。はい、シャネ入れるまで帰らねえ。フェイト待ってるねー。集中。
1日が30時間ぐらいあればいいのにな。それぐらいやりたいことがたくさんできました。誰を尊敬するかによって人生って変わると思います。出会いを大切に。好きだわかハニー。はい、はい、負けました。告知してもいいですか？あ、はい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 、はい、何でしょう。ちょカメラ、これちょっと映るかな。フライヤーが出来上がってるんですけど、これちょっと、あれ見えるかな。ここですか？まだ見えない。もうちょい、もうちょい、もうちょい、もうちょい。あ、見えた、見えた、はい、もうちょい上。新宿ロフトプラスワン。何のやつ？7月22日オープン、18時。ちょっとずれてる。7月の22日に新宿のロフトプラスワンで、はい、ホスト VS 吉本芸人さんの大喜利イベントに僕出ます。大喜利とかやるんすか？はい、その時、7月の22日でオープン18時でスタートが19時で、前売り券が2500円、当日が3000円。まあ高いか安いかって言われたらね、ノーコメントで。はいはい、そこはね。で、MC が天心向井さんが、ほう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 、なめててーの。はいはい、わかりますよ。そう、はい、あとベジータのね、やる人とか、はいはいはい、そうそう、 R 藤本さんとかね、若いおさむさんとか、はいはいはい、ガンダム芸人、はいはい、うん、とかね、有名店の人とかね、僕も出るんで、よかったら来てください。はい、ね、え、大喜利ってどんなんですか？僕あんまりわかんないですよ、大喜利とかって。大喜利、だから前も出たことあるんだけど、はいはいはい、こう、だからこうスクリーンにお題が出て、こう書いて出すとか、はい、そういう、そういうやつかな。お笑いがもうめちゃめちゃ好きで、本当にめっちゃ好き。事務所で社長とめっちゃ語り合ってるっすもんね、うん、ダウンタウンについて、うん、それはあるね。あ、そう、ロマンスのね、リオンさんも出ます。はい、はい、前もね、一緒にさせてもらったんですけど、はいはい、すごいめっちゃカリスマが、カリスマ感がエグい。はい、ね、僕も出るんで、よかったら7月の22日、はい、ね、お願いします。行きましょう。はい、で、なんだかんだもう40分過ぎてますよ。あっという間に早っ、ね、ほんとね、はい、そろそろね、自己 PR、 そう、PR、 自分のね、自己 PR を、あ、そうだね、もう初回でね、来てほしいとか、はいはい、もうこれで死ねーでね、来てほしいとか、はい、もういろいろあるから、はい、ね、じゃあ早速、じゃ あ、 じゃあラスト5分は、ゆうきさんに MC して、MC、 本当にやるから、本当にやるから、それまで必要なことは全部終わらしておこう。はいはいはい、はい、じゃあ、はい、ラスト5分、はい、自己 PR、 やっぱりね、僕ちょっと身長が大きいし、はい、やっぱ九州生まれ、九州育ち、お酒の強さなら負けねえよっていうだけの気持ちはありますね。あ、なるほど、誰よりも、やっぱりなんか九州ってやっぱり九州出身なんですよっていうと、やっぱりなんか、あ、なんかオラオラ系なんやろみたいな、別にそう、まあ確かにそうかもしれないですね、なんか俺についてこいよみたいな感じが強いですけど、うんうん、まあそんな僕でもよければ、うん、ご指名ご来店の方お待ちします。イエーイ。早いですか？まあ、ね、シンプルにちょっとね、うん、スタイル上げたんですけど、じゃあゆうきさん飛ばしてみて、僕いろいろ、はい、行きましょう。はい、はい、今 AJ ナンバーワン主任の錦遥香です。よいしょ。はい、じゃあそうですね、僕を指名してとりあえず間違いはないと思います。おー、言うね。いや、それは絶対間違いはないです。僕いつでも全力なんで、あ、すごい楽しませられるかなって、はい、思います。だから、最初にこういう人が好きって言っても、僕はもうそういう自分そっち系を出してくるんで。おー、なるほどね。臨機応変に。初回ついてねって書いてあるよ。つくよ、初回は。バンバンつく。一人で50分つきますよ。やめましょう。これからの出番。一人で50分つく。あそこのナンバーワンうざいって言われる。大丈夫。大丈夫です。だから初回もね、どんどんついてくるんで、ぜひ、あまり顔は見ないで、おしゃべり
をして、うん、なんか雰囲気かっこいいなって言ってもらえれば嬉しいなって思います。オラオラバージョンも全然普通にありますよ。いっぱいあります。3年前に戻ります。でも主任はね、自分のことをその見た目のことを下げて言うときよくあるけど、うん、俺は全然別に不細工って思うし、結構言われるんですよね。いや俺全然普通に、まあかっこいいとかかわいいとかクールとかいろいろあるけど、まあ、かわいい系ではあるよね、うん、でもやっぱりすごい雰囲気あると思う。うん、照れてきた。いや本当に。まあやる気がすごいから。すごいですね。やる気だけ。そう根拠のない自信すごいですから、ね。だからまあもしよかったら僕とお話ししにお店に来ていただけたらいいなって思います。あの舗装数とかで AJ で調べてもらえれば、あの僕のアドレスとか LINE の ID とかも載ってるんで、よかったらメールください。待ってます。よあ、やっぱりまとまってるわ。あ、やっぱ違いますね。やっぱね、すごいっすね。なんか俺、話す気見せたわ。いやいやいや、ものすごい綺麗なまとまりを終わりかのような。本当にどんな話がお得意ですかって書かれてるよ。僕ですか。お主任は。僕結構自虐ネタ多いですよ。あー、多いですね。自分は一人。あの、結構さ、昔の話だったりとか、うん、そういうのが、あと、そうやって飲みに来てくれた子とかをいじったりとかもあるんですよ。あー、なるほど、なるほど、なるほど。うん、多分、すごい笑わせることができます。うん、笑顔はね。なるほどね、大事だね。わかる、わかる。はい、はい、いいですか。僕はなんかね、やっぱりみんな言ってくれるけど、滑舌ネタだけでも十分面白いと思いますよ僕は。まあなんですけど、本当に飽きさせない。これだけじゃ、滑舌だけじゃ飽きちゃうだろうけどね、いろいろ。よし、ジョイマンやろう。ジョイマン、一回ジョイマンやろう。そしたらジョイマンやろう。立ってやりますよ。多分こっちから立てば。だってじゃあ5分フリートークするのと、はい、ジョイマン一回やるのどっちがいい。両方やりたい。じゃあ先にジョイマン。ジョイマンですか。ジョイマンまで3 3 2 2 1 1 9 7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 
えー、えー、ありがとうございます。いやでも時たますごい面白いのたまに、いやまあね、ほらもうシアさん頭痛なってる。ちゃちゃちゃバファリン持ってきても時間が早いからね。もう溝、溝ってことしてるレバー、レバーいっぱいしてる。めっちゃ痛い今めっちゃ痛いだから、だから地元のトークとかやばいっすもんね。やばいよね、結構居酒屋のやつこうなるとちょっとあれですけど、お店ではもうとことんありますよ、面白い話でも何でも。おお、腹日の次に持ってるって言われてましたんで。おじゃあさっきの、はい、じゃあ5分っていう希望に応えて、今ちょうど残り10分だから、はいはいはい、じゃああと本当に5分間きっちり MC やって、 MC で話振ったりとか、はいはいはい、あと俺見てるから、で残り5分でお店のことちゃんと言うから、あじゃあで今ちょうど、はい今から、はいお願いします。はい、参加してくれるんですよ。喋りますよ、お前ら。喋ってくれたら、もう全然。まあ、MC なんてやったことないんですけどね。うん、初めてなんですけど。はい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 、はい。まあ、僕、うんうん、僕も、結構みんなと、ね。うん、AJ 入って、ちょうど1ヶ月半ぐらいですかね。あ、まだそんなもん。多分1ヶ月か1ヶ月半ぐらいなんですけど。うんうん、なんか、ね、結構みんな仲良くしてくれて。最初不安だったんですよ。知ってる人も。少ないとして、はい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 、そうですね、千葉とかもね、そうですね、もう全く知らないでなんだこのでかいのと思って、あんな見ようで、結構みんな仲良くって、やっぱ、なんていうの、みんなそれぞれ、なんていうの、交友関係というか、やっぱあれじゃないですか、AJ の中でも、しんどい顔、本当にやめてください。まだ1分しか経ってないっていうことに対しての、本当、溝落ち感がすごい。溝を長い棒でドーンってされたぐらいの、苦しんでる最中にもドーンって話触れよという中で、うん、それが一番
いい子とかやっぱいるんじゃないかなと思って、うんうん、はい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 、はい、特にというかみんな仲いいけど、なんていうの、この子といるとやっぱ息が合うというか、はいはいはい、僕やったらやっぱちょっとお店ではあれですけど、付き合いはここが一番長いですよね。出会い、出会いとか、ああそうです、長いですもんね、うん、僕とゆうきさんは、ね、初めての出会いもお店じゃなかったんだもん。そうですね、話してて分かったけど、うん、なんか、ああそうなの、そうなの、はい、あの2年半とか3年ぐらい前に1回会ってるんですよ、ゆうきさんと知らぬ間にね、知らぬ間に、はいはいはい、まあ、あるバイクでね、みんなでこう走るなんかイベントとかあった時に、たまたまその時にゆうきさんがいたんですよ。へぇー、だからもうお店で知り合う前に、お店でね、店舗で、店舗で知り合う前に、はい、もうそういうところとかもあって、もう初っ端仲良くなって、意気投合というか、趣味とかもあって、うん、とかみんなあるのかなと思って、千葉とかも、うんうん、やっぱありますよね。誰が一番だ、やっぱ、まあまあ、みんなご存知の通り、僕やっぱりもうレンレンですね。レンレン、出た時もコメントすごかったもんね。レンレン、千葉っていうみたいな、もうなんか、付き合ってるみたいな感じですけど。付き合ってませんそこは、何が合う、なんすかね、お互いマイペースやからな。あー、あるね、はい、おっちょくん、いや、やめろやめろ、そういう空気やめましょう。おっちやさんはやっぱ、社長ですか。おはるかは思ってなかったのマジで。僕としゅうやさん、めっちゃ仲いいです。あ、そうな、言っとくですね。もう今度、2人で一緒に大阪旅行行くっていう話もしてる。2人きりで、この前ね、はいはい、事務所でたまたま2人でいたら、主任に、今度2人で大阪旅行行きませんか、おー、いきなりって言われて、おーおーって言って、まあ、事務所出て、はいはい、電話してくるわって言ったんだけど、もう内心顔真っ赤だめっちゃ照れる、めっちゃ恥ずかしかった泊まりがけでね、泊まりがけで一泊え、めっちゃ恥ずかしかった。3泊ぐらいして、3泊で、2人ぐらい、2人で3泊。俺そんなにやっぱりめちゃめちゃその仲良くしようっていい意味でやっぱりしてないから、そうやって言われるとあんまり言われないから、もうめちゃめちゃ変な気持ちになっちゃうのよ。もうモヤモヤしちゃうのよ、リアクションが分かんなくなっちゃうのよ、本当にムラムラしちゃう、そうそうムラムラする、本当に行くんね、意外だったんですね、ここは。いや、ここは結構髪の色正反対ですけど、真逆だけど最近結構仲良しです。うん、仲良しだね。みんな、まあ仲いいっていうのね、結局は。仲いいっすね。割れたらもう。たぶん、これが。じゃあ、ゆうき、最後にジョイマンって来てるから。最後に、別バージョンあるの？締めジョイマン。別バージョンある？ありますよ、もう。俺はあんまりさしたくないんだけど、やっぱり、はいはい、コメントしてくれてるね、素敵な人がいるから。ちょっと、NG コメント寸前のワードも出てくるけど。いいよ、じゃあ行こう。じゃあ1個だけ最後にジョイマン本気でやって本気ジョイマン、バイケンションで、多分この人ちょっと性格に難があるんじゃないかな。あ、はいはい、本気でじゃあ1個だけやっていきます。はいはい、ちょっと振ってもらっていいですか。じゃあ最後の本気ジョイマンもです。はい、じゃあ2211ナナ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 、下ネタはチンコ、お菓子はチンスコ、イエーイえ、本気？やめろやめろやめろもう。はい、お疲れ様でした。端っこ行きたい。全米が泣いた。全米が泣いた。いろんな意味で。全米が爆笑。しんどいしんどい。はい、ということで、そろそろもう5分切ったということでね、はい、そろそろお店の PR の方を。鍛えましょう。はい、はい、じゃあ、はい、求人をしまってました。はい、クラブ AJ では、求人大募集です。求人、あ、黒だ、ポスト最後大募集ですね。はいはい、どんだけ噛むの。突っ込まないで思うと思ったけど、緊張してるっていうよりも噛みすぎ、飲みすぎてベロベロになってしまう。もう一回始まから行こう。はい、はい、クラブ AJ では、はい、今ポストをしたい子大募集です。はい、夢はやっぱり男やったら誰もがあるんだと思うんですけど、やっぱり一番最短でやっぱり夢を叶えるためにやっぱり必要なお金じゃないですか。やっぱ最短出るにはやっぱホストやったりとか、やっぱりそれなりに才能がないと得られないわけなんですけど、まあ200店舗以上ある中でクラブ AJ はやっぱり僕すごい入ってよかったなって思うし、みんなすごい仲いいし、やっぱり本当今本当僕28なんですけど、まだこの年で
ぶっちゃけ始めるのも自信いったけど、やっぱみんな僕よりぶっちゃけ年下なんですけど、やっぱりそういう僕でも受け入れてくれて、すごい今やりがい感じてて、こんな僕でもなんか、あ、入ってここに入ってよかったって本当心から思ってるから、今度もしホストやりたいと思ってる人がいたら、ぜひクラブ AJ に入ってもらいたいなと思います。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ5大得点をゆきさん、それやったらいきますね、はい、なんと AJ に入っていただいた方には5大得点が、はい、おーい、はい、1つ目、はい、1つ目、なんと料費が1ヶ月目無料です。イエーイ、ガンガン住みに来ていい。2つ目、2個目いきますね、はい、なんと入店祝い金が支給されます。よいしょー、よいしょー、お金がもらえます。はい、はい、次さらにさらに、はい、3個目、なんと新人期間中に、はい、携帯代が支給されます。よいしょー、さらにさらにさらに4つ目、新人の子でもチャンスはありますよ。おー、3ヶ月に一度の昇格チャンス、さらにさらに5個目、5個目、そしてこれは経験者に限るんですけども、チョッキ長径 100% バックです。あ、ごめん、今のは普通に聞き取れなかった。俺は最後多いから、まあ、今のはマジで聞き取れなかった。ちょっとややはっきり言いますね。うん、さらにさらに5個目、はい、経験者の方、承継の 100% を1つ目は全額バックです。言い方がややこしかったな。じゃあまとめて、ね、100%バックです。だからね、本当にすごい得点があるんで、ぜひクラブ AJ に体験入店でもいいんで、ちょっと見に来てください。はい、はい、バイバーイ。ありがとうございます。あとイベントの方がね、はいはい、あるんですけど、イベントもじゃあいいですかね。あんま入ってこないって言われたけど、大丈夫。なんと来月のイベントなんですけど、7月の7日、七夕ですね、はい、みんな浴衣で七夕イベントやりまーす。いいよー、みんな浴衣、浴衣、めったに見られないですね。そして、21日、お21日は僕と、あきくんと、まちまち大事なレンレンの合同バースデーイベントです。イエーイ、誕生日多い、誕生日誕生日やばいですね。3人合同でやるんですけど、バースデーするんで、はい、ぜひ、見に来てほしいです、うん、めっちゃ祝ってください。おめでとう言ってほしいです、はい、待ってますね、はい、あと来月はね、毎週火曜日かな、そうですね、はいはいはい、AJ デー、 AJ デーありますよ、ありますので、ゲリライベント、来月からね、毎週火曜日、一発目が7月の2日かな、はい、に、ね、やるんで、詳細は、ホームページもしくはね、このイケメンどもに聞いてくださいよ。ワク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 、はい、どんどんね、7月も新しいイベントとか、はい、いろいろ織り込んで、もっともっとね、いいお店にしていこうと思うんで、はい、ここに出てない子たちにもすごいいっぱいいいメンツいるんでね、はい、ぜひぜひ遊びに来てください。待ってまーす、待ってまーす、ありがとうございました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。